エディ・ローソン、エディレイ・ローソン、エディレイ・ローソン、1958年3月11日台は、はアメリカ人のロードレーサーである WGP500cc クラスにおいての4度にわたりタイトルを獲得し、異なる3メーカーでの31勝を挙げた。その機械のように正確なマシンコントロールと着実なレース運びからステディ・エディの異名を取った。同じく、 アメリカンライバーのフレディスペンサーとは AMA 時代から激しいライバル関係であった。1958年3月11日、カリフォルニア州ロサンゼルス近郊の都市アップランドで生まれた。エティの祖父はドイツ系、母はイタリア系、父はインディアン、妹が一人いる。子供時代は毎週家族一緒に砂漠へキャンプへ行き、砂漠では自転車や 80cc のバイクで、 走り回っていた。エディは学校で昼休みに教室内を自転車でウィリーをして走って楽しんでいた。自転車に乗っている時のエディの気持ちはケニー・ロバーツになったような気分であった。7歳からミニバイクレースに参戦。12歳の時にダートトラックにデビュー。1年後にはイタルジェット50でレースに参戦し、一家でレースを楽しんだ。エディは スピードボートやミッション付きレーシングカート、ジェットスキーなどのような動力付きの乗り物を制御する、モータースポーツを好み、アメリカで三大スポーツといわれる野球やバスケットボールなどのスポーツには関心がなかった。1978年には AMA エキスパートライセンスを取得。1980年にロードレースに転向し、川崎と契約。AMA スーパーバイク及び、 AMA250cc GP へ参戦。米国国内選手権の成績に対する報酬として、1981年のドイツグランプリで GP250cc クラスにデビューし、続くネーションズグランプリ、イタリア、フランスグランプリの計算戦に川崎からワイルドカードで出場した。また、1981年度にスーパーバイク王者になった際、 記念として川崎からは、ローソンデプリカこと Z1000R が発売されている。キング・ケニーのチームメイトとして、マールボロ・ヤマハチームと契約し、GP500cc クラス参戦を開始した。翌には、ライバルと言われたスペンサーのタイトル防衛を阻止し、早くも初のチャンピオンの座に就いた。1986年とにも、圧倒的な強さを見せて、チャンピオンを獲得。 しかし、88年のシーズン後、チームオーナーのジャコモ・アゴスチーニから、マールボロがスポサーフィーを減らすので、来年は契約金を減額しなければならない。という話を聞かされる。チャンピオンを獲得したにもかかわらず、ギャラが落ちてしまうことに納得いかなかったローソンは、フィリップ・モリスのオフィスを訪れ、スポンサー料を増額してもらう、幼児化談判する。ところがその時に、 フィリップ・モリスがチームへのスポンサーフィーを、本当は大幅に増額する予定だったこと知る。一連の話をローソンから聞いたフィリップ・モリスは、この場で納得できるギャラを払って、直接契約しようとまで提案した。しかし、アゴスチーニの嘘に腹を立て、チームと仕事をする意思を失っていたローソンは、フィリップ・モリスの提案を丁寧に断り、この年限りでヤマハを離脱した。 ヤマハでサンドチャンピオンになったローソンだがニロスマンズ金本ホンダチームに電撃移籍。ヤマハのウェイン・レイニーやホンダのトップワークスチームのワインガードナーをハ・ホンダ移籍の初年度にチャンピオンとなった。シーズン前のテストで右手を負傷しアクセルやブレーキの操作に支障をきたすというハンデを抱えながらシーズン中に13個ものフレーム変更とテストをこなし、 シーズン序盤にポイントを稼いでいたレイニーをじわじわと追い詰め終盤で逆転するというステディブリを見せた。しかし来期の契約に向けてホンダはチャンピオンになったローソンに前年と同様の契約金というとても納得のいかない条件のオファーしか出さずまたも契約金絡みでチームを離脱することになってしまった。1990年に再びヤマハに移籍。ただし 以前所属していたチームアゴスチーニではなく、チームロバーツからの参戦だった。これは、この年、ロバーツのチームのメインスポンサーになったマーボロが、ローソンに対して、ホンダの2倍の契約金を用意していたことも、影響していた。第2戦のアメリカグランプリにて、ブレーキトラブルにより転倒しかかとを骨折し、長期欠場を余儀なくされてしまった。第8戦のオランダグランプリから、ようやく復帰。 復帰後の8戦全レースでポイントを獲得し、そのうち6戦で表彰台に上がっている。負傷欠場が響き未勝利でランキング7位となった。1991年にカジバチームに移籍。移籍の際には、あと2年で引退することと、カジバを必ず優勝させることを宣言。それまでのステディなイメージとは異なり激しく攻めるレースを見せたが、明らか獲得が精いっぱいであった。 翌1992年は、ダンロップタイヤへの変更もありさらに成績を落としてしまうが、雨に見舞われた、ハンガリーグランプリにおいて路面がウェットからドライに変わっていく、シーコンディションでインターミディエートタイヤをチョイスするというギャンブル作戦が当たり、チームに念願の初優勝をもたらす。ローソンの地道なバイク開発が最後に実を結んだ。当時に宣言していた通り、 この年限りでローソンは WGP を引退。その後は二輪レースの他に四輪レースにも出場し、アメリカでインディライツにスポット参戦。1994年にはフル参戦し、ランキング4位。1996年にはカート、ゲン・ジャンプカーに参戦した。1990年に前述の足の負傷から、 WGP の年間タイトル争いから脱落したため、スケジュールに入っていなかった鈴鹿八体への出場を快楽し、日本のヤマハのエース平忠彦と組んだ。足の負傷は感知しておらず、マシンに駆け寄り発進することができなかったため、スタートライダーの座は平らに譲ったがマシンに、またがってさえしまえばそのスピードは他を圧倒し、闇に包まれたゴールへとマシンを運び優勝を飾った。 WGP 引退後、1993年の鈴鹿8時間耐久ロードレースに、ホンダから出場しにとなったが、この際チームのスポンサーが AM、PM であったため、監督が彼、ローソンのことは、名字ではなくエディ呼んでほしいと発言する一幕があった。1994年の鈴鹿8隊にはヤマハから出場している。歴代順位は最高峰クラス。 500cc、モ500ートジッピーでの2007年1月現在。エディのバイクの制御の仕方は、論理的な思考に基づいており、感情によるものではない。感情を伴う走りを否定しているわけではないが、感情的になりすぎることは良くないと考えている。それはエディが安定性、ステディステディを好むからである。感情的な走りはしないが、エディが持つ。 競争心は人一,一倍強いものである。それがエディを世界チャンピオンにしたのである。エディは、片山高沈と話をしているときに、ライダーとしては珍しく、オーガナイザーたちに対する不満を明確に口に出したことがある。エディはそれを他民族の家系のせいだという。血がごちゃ混ぜになった方が、人間は強くなるんだって言ったのは君じゃなかったかい高澄雑誌って言うんだろ。 エディローソエディは自分のライディングスタイルを格好悪いと思っている。エディから見て格好良いライディングスタイルを持つライダーはケニー・ロバーツとフレディ・スペンサーである。エディの悩みはエディ自身の性格であった。一言で言うと落ち込みやすい性格である。しかし、落ち込んでも前向きな考えに転換することができるので、端から見るとちょっと起伏の激しい性格に見える。 エディ・ローソンがライディングした市販車改造レーサーに似せたレプリカ仕様のバイクはローソンレプリカと呼ばれる。また、1986年にベートナー200に参戦し優勝したヤマハイフ Z750 またはレーシングモデファイモデルに似せた仕様についても用いられることがある。ウェブサイト出版物楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。